私が担当いたしますのはこちらのグレープフルーツ。オリジナルスイーツの考案を任されましたので、下調べも抜かりなく行っております。独特の苦味を伴った甘酸っぱさが持ち味のグレープフルーツですが、酸味が苦手なお嬢様にも美味しく食べられる方法をお教えしましょう。半分に果実を切り、その断面にたっぷり砂糖をかけてスプーンで食すという食べ方です。私も大変気に入っております。先がギザギザになったグレープフルーツ専用のスプーンもありますよ。美しく食せばフルーツもきっと喜んでくれるでしょう。イベントでは全国から旬の甘いフルーツが集まるとのこと。私も時間を見つけて会場を散策したいと心待ちにしております。こちらはグレープフルーツを使ったクレームブリュレです。本日お嬢様に召し上がっていただくため、私が考案させていただきました。たっぷりのカスタードクリームは、隣に添えた2色のグレープフルーツの蜂蜜漬けとともにお召し上がりください。甘酸っぱさとほろ苦さがぎゅっと詰まったグレープフルーツに、コクのある濃厚なクリームが絡めば、まさしく至高の甘味。舌をさっぱりさせたい時には、冷たいグラニータを。こちらはグレープフルーツリキュールをたっぷりと使用しております。さあ召し上がれ。一さじ食べたその瞬間、お嬢様を甘美なフルーツの世界にお連れしましょう。